オイラの気のせいか？あのヒルチャール、なんだか変だぞ。これまで見てきたヒルチャールも魔物ではあるけど、あんなの見たことない。あ、この辺りって防御旅館の近くだよな。お客さんに被害が出たら大変だ。見た以上放っておくこともできないし、退治しよう。この邪気まみれのやつら、普通のヒルチャールより厄介だぞ。おい、あっちを見ろ。人がたくさん集まってる。ああ、あの仮面のやつ見たか？あいつの周りにいたヒルチャール怯えて逃げてったぞ。ショーと同じ仙人ってことか？言われてみれば、ショーも同じような仮面をかぶってたことがあるな。さっきのあいつのやり方、なんだかショーよりも仙人っぽかったぞ。話を聞いてみようぜ。こんにちは。オイラたちは礼には及ばぬ。魔を退治し世を救うは仙人の本分、言及する価値もなし。おっと、君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者のものかと。オイラはパイモン、こっちはオイラの仲間だ。なるほど、では我が輩も名乗るのが礼儀であろう。ゴホン、我が輩は達成革新天君。信者たちには精神天君と呼ばれている。世を救うため下界に降りてきた。ここであったのも何かの縁。願いがあるなら我が輩に言ってみるがいい。願い？お前、人の願いを叶えられるのか？オイラはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。天君は神君よりも上の戦意だからな。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。信者に我が輩のことを聞いてから判断するといい。精神天君様を見たか。本当に神々しい。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑う奴はいない。あれは正真正銘の仙人だ。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな。不墨露のものとはまるで違った。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもしれないが、
とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の病もきっと治る。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろうな。精神天君様がいれば千貫軍なんていなくてもいいだろう。私は商人なんだが、以前仕入れた商品が非常に高価なものでな、その時精神天君様に同行を依頼したんだ。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中魔物の影も形もなかった。依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しがたいものかもしれないが、毎日が希望に満ち溢れている気がします。あなたたちも精神天君様の信者ですか？婚約者が蒸発してから毎日が辛くて、精神天君様の戦法を試したんです。彼の肖像画を燃やした灰を日の出の瞬間海に吹き散らすんですが、そしたらなんだか彼が私のところに帰ってきた気がしたんです。本当です。あれは絶対気のせいなんかじゃなかった。ですので持参金をすべて精神天君様に捧げました。だって彼が夫を帰らせてくれていなかったら、こんなお金持ってても何の意味もありませんから。どうだった？信者だから多少誇張してたとは思うが、全て本当のことだ。君も冗談が好きだな。昔偉大な仙人がいてな、漁師と呼ばれていた彼の言葉にこんなものがある。万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。つまり彼らの願いはすでに実現に向けて順調に進んでいる。わかったかな？さっぱりわからない。簡単な言うよ、あいつらの願いは叶ったってことか？そういうこと。賢いな君は。そういえばもう一つ疑問が。なんだい、言ってごらん。我が輩は世を渡り善行で世を救う、面倒事が起きないように正体を隠しているとさ。なるほどな、なるほど。では二人の願いを聞こうか。それはきっと悲しいことがあったんだろうね。いいだろう。その願いが叶えられなくもない。ただ少し。少し。なら。先生は御前に従う。もし我が輩の意図がわからないなら、願いが叶えることはできない。どうしよう。何言ってるか。勝者に